ケイシー・ジョン・コッチマンはアメリカ合衆国フロリダ州セントピーターズバーグ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。父親はアナハイム・ウェンゼルスで参加マイナー球団監督やスカウトとして選手育成に携わってきており、そのためコッチマンも子供の頃からプロ野球選手に接する機会が多かった。高校時代にはフロリダ州、 セミノールのセミノール高等学校野球部で活躍した。2001年には、ベースボールアメリカ市の将来有望な高校生選手部門1位に輝く。2001年6月の MLB ドラフト1巡目で、父のいるエンゼルスから指名され、入団する。2004年5月に、小一類種、ダリーガースタッドが、故障者リスト入りしたのを受けて、AQ アーカンソートラベラーズからメジャー昇格。 同月9日にメジャーデビューを果たすと、メジャー初打席から48打席連続無三振を記録し、それまでの球団記録を21更新した。6月中旬までは、小一類一種として、先発出場していたが、アースタと復帰後はマイナーに降格。ロースター枠が拡大した9月1日に最小格し、代打や守備固めなどとして、シーズン終了まで10試合に出場した。 2005年は5月31日にメジャーへ、昇格するも7試合10打数で無安打と不審に、落ち入り6月14日にマイナーへ戻される。しかし8月4日にメジャーへ復帰した後は40試合で打率302オプス895と好成績を記録した。2006年は開幕から小一類手として出場していたが、 伝染性単核球症に感染したことが発覚し5月に離脱。その後をリハビリに費やし、メジャーへは戻れないままシーズンを終えた。2007年は137試合に出場。打撃成績のほぼすべてで自己最高を更新した。2008年7月29日にスティーブン・マレクと共にマーク、テシーラとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。 2009年7月31日にアダム・ラ・ローシュとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。2010年1月7日にビル・ホール対1名とのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。6月3日のミネソタ・ツインズ戦において一塁での2003連続守備機会無視策作 MLB 記録を達成。さらには6月20日のシンシナティ・レズ戦において 一塁での239試合連続無失策 MLB 記録も達成。それまでレッドソックスのケビン・ユーキリスが保持していた2つの MLB 記録を更新。その後も記録を伸ばし続けたが、8月21日のニューヨーク・ヤンキース戦でカーティス・グランダーソンの放った強い打球を止めきれず、後逸。失策が記録され、2008年6月20日の ブレーブス戦から続いていた連続無失策 MLB 記録は274試合2379守備機会で途切れた。2011年1月18日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、一類種としてのレギュラーの座を奪った。2012年1月3日にクリーブランド・インディアンスと1年契約を結ぶ。2013年2月15日に マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。8月26日に放出された。2014年は所属球団がなかった。2015年2月15日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。この年は参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレイし、90試合に出場して打率。290.7本塁が44打点。 一等類の成績を残した。6月30日に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球アメリカ合衆国代表に選出されたことが発表され代表入りしている。同大会では決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし準優勝で銀メダルを獲得した。オフの11月7日に FA となった。2015年11月23日に トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2016年は、参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、100試合に出場して打率、256.8本類打34打点、1盗塁の成績を残した。オフの11月7日に、FA となった。ありがとうございます。